ランマサラのハロウィンスペシャルセットいただきます。でっかい鳥、でっかい鳥と今年のケチャップライスはかぼちゃの形。これ何やろ、人間的な。でラタトゥーユ、ラタトゥーユらしきもの。さらにこれがちょっと痛いの知り得ない物体。これ何や、色からして紅茶っぽいねんけどね。スパイシーマウントうるさい。で、サラダがありまして、デザートのケーキ、これがアップルらしいんやけど、アップル、あの、なんて書いてたっけかな、全然飲まれへんかった。まあ後で調べたらいいか。ということでいただきます。あ、ちょっと喉乾いたから。スプラッシュマウンテンうるさい。うるさい。まずはサラダにドレッシング。叫ぶナッツ。何を叫んでんの。ちょっとサラダ、サラダ、サラ、お皿が、お皿が、じゃあサラダいただきます。はい、続きましてメインのチキ。じゃあお肉から切ってみますか。よいしょ。若干硬いな。若干硬いなこれ。よいしょ、こんな感じ。美味しそう、美味しい。ソースなんやろ、デミグラスソース的な感じ。うん、デミグラスソース的な感じかも。これやっぱかぼちゃやんな、これな。これなんやろ、かぼちゃのなんかグラタンっぽい感じしない？ちょっと落ちちゃった。3秒ルール。ではかぼちゃや、かぼちゃ。このでもこの上のこの焦げ目、焦げ目、焦げ目、焦げ、スプラッシュマウンテンうるさい。焦げ目、焦げ目からしたらグラタンっぽい気がするんだけど、かぼちゃのグラタンかな。でブロッコリー。続いてケチャップライス。ケチャップライスっちゅうぐらいか、チキンライスじゃなくてケチャップ混ぜて混ぜてるだけ。あ、夜はピント合いにくいな、やっぱり日暮れてきたから食べなあかん。はい、ケチャップライス。落ちる落ちる落ちる。これケチャップだけかな、なんか。頑張りすぎ。なんかもうちょっと塩入れてもいいんちゃう、これ。そしてラタトゥーユ的なやつ。ラタトゥーユなのかな、ちょっと回転。よいしょ、落とすなよ。はい、よいしょ。はい、いただきます。あ、続きまして、最後にこれも皿よけどこ。はい、デザート。アップルの
クラフティって書いてたっけ。ちょっとトゥデイ見ていい。あ、トゥデイ見ても書いてんやん。まあいいや、ちょっと家帰って調べます。なんかクラフティって何。ネットで調べる、今調べる気にならへんからとりあえず食べます。これソースかぼちゃっぽいよな。うわ、ボロボロやん。ちょっと あ、カメラに向けてる。なんやろこれ、あの食感。なんかぐちゃってした感じ。全然食レポなってない。ぐちゃってなんやねん。リンゴの果肉はわかんねん。この生地的なやつがなんや。ムースっぽい。ムース、いやムースにしてはちょっと水分が多いね。だからぐちゃってして、ほらぐちゃってしてるからぐちゃってなるやろ。わけわかれ。ちょっと水分高め、ムースのちょっと水分高めなケーキ。食べたらわかるってやつやね。というわけでごちそうさまでした。